令和2年度技術ブランド知的財産ビジネスプランコンテストにおいて、機能性野菜なすで挑戦する健康実現というビジネスプランで、日本弁理士会特別賞をいただきました株式会社ウェルナスの小山正弘です。この度は名誉ある賞をいただきありがとうございました。この動画で弊社のビジネスプランの紹介をさせていただきます。弊社が提案のビジネスプランは、自律神経活動により血圧改善、気分改善、睡眠改善作用を持つ新規な食品機能性成分コリンエステルを豊富に含む野菜であるナスを使って世界初の機能性食品と、食が本来持つ機能性維持増進機能を最大化する AI 食サービスを組み合わせた、食による健康を実現する次世代型個人最適化ヘルスケアサービスです。AI 食とは、弊社の独自 AI 解析技術によって解析し、健康実現を達成できるように個人最適化した栄養素成と機能性成分を含んだ食事です。見た目は普通の食事と変わりはありませんが、最先端の技術を結集した未来の食です。提案するサービスでは、AI 食サービスと NAS 機能性食品で PDCA サイクルを構築します。具体的には、ウェアラブルデバイスで取得した健康指標と食情報の関係から、利用者が選択した健康改善につながる AI 食メニューと、NAS 機能性食品をスマホアプリを通じて提案します。そして、提案に従って摂取した効果を検証し、その効果に応じて NAS 機能性食品の摂取量を調整します。利用者は AI 食サービスアプリを利用するためのパスコードが同梱された NAS 機能性食品1ヶ月分を購入します。継続する場合には、再度 NAS 機能性食品を購入してパスコードを手に入れるというサブスクリプションモデルとなります。このサービスの裏付けとなる技術は、知財により参入障壁を構築しております。まず、NAS 機能性食品に含まれるコリンエステルの血圧改善作用、抗ストレス作用、睡眠改善作用、気分改善作用は用途特許として PCT 出願済みです。また、AI 食提案技術についても、健康システム特許として PCT 出願済みです。弊社提案のビジネスプランは、現在売りっぱなしビジネスになっている健康食品業界とは一線を画するプランです。本当にいいものを効果のある人に届けて、真の健康を届けることを目指しております。本ビジネスプランの実証パートナーも募集しておりますので、ご興味がある方はご連絡ください。共に食を中心とした未来のヘルスケアサービスを作っていきましょう。以上になります。ありがとうございました。